どうもボビアトーアドレザーのボビーですね、えー、今日は10月18日ですね、えー、47回目の放送ですライブ配信です、えー、それではオープニングムービーをどうぞ どうもボビーアトレーザーのボビーです、ねえー、大阪のボビーアトレーザーのアトリエからライブ配信でお届けしております、ねえー、今日は10月18日ですよねもう、うんねまあ、日曜日ということがあってねで、えー、昨日の雨とは打って、ね、変わってですね、えー、爽やかな、えー、ちょうどなんかこう羽織物をして、ね、出かけるにちょうどいいような なんかあそういう日曜日ですよね、うん、まあ,あ皆さん多分、うん、今頃ね行楽の中でね、えー、ブラブラしてねリフレッシュされると思いますねもう本当に、えー、僕もね、えー、今日はねもう今日も朝からアトリエでですね、えー、制作をさせていただきますねほん、えー、に、えーまあ、まあどっかね、えー、人となくしたらあ、ね、カメラを持って。 ええー、今日は18日ねあれ毎月18日って言ったらね、えー、なんか聞いたところによるとですね、えー、褒める日とも呼ばれてるそうですね毎月10 18日ねなんでかなって、えー、言うたらですね、えー、漢字でですね十ね で「8」って書いてまあまあ「10」書いてもう書けばんやろけど <laughs>「10」書いて、ね、こう入って8入れたらですねなんかのカタカナの「ほ」っていう字に、えー、見えるっちゅうかねまあまあそういうふうなあ話があってねでまあそれからですね、えー、その日を褒める日という,、ね、いうことですね、えー、いうふうに言われてるそうですね、うん、でまあ僕の周りではそうですけどね でね、あのー、まあ褒めると言ってもまあお弁当屋でつ使うとかそんなのねなしに、えー、まあそのお人とかねものの価値観というかさそういうなんていうのな、あのー、価値をですね発見することですね。うん、ものの見方みたいなをこう角度を変えて、えー、いいところをですねうんなるべく見るように。 えー、に気づくっていうかそういうアンテナをこうちょっとね鋭く <laughs> 気にかける日にしてですねで、うん、いう感じで、えー、まあ僕はまあそういうふうに捉えてますけど、うん、あとまあそういうなんかこうカレンダーで毎月何日は何とかの日ってよくあるじゃないですかなんかされてることってね、えー、ありますかね。 もしなんかあ毎月この日は例えば「五の日はこうしてます」とかなんかあればねえー、なんかこうコメントを後でね書いてくれたら面白いな思ってうんでまあ僕はですねあのなるべく十9日あれですか十9日はね、えー、なるべく十九やから一応「時空の日」っていうことですね、えー、位置づけてですね えー、今ちょっと振り返ったりとかまあまあ,あのボビー・アトレーザーのーちょっとコンセプトみたいなことをですね、えー、できてるかどうかのこう振り返りみたいなねまあじ自分ミーティングみたいな感じでね、えー、そういう時間をねちょっと当てたりはしてますけどね、うん、まあまあ,あのそんな普段やっぱりこういろ,いろんなことをわーっとやってるんで、えー、なかなかそういう時間が取れないんでまあまあちょっとそういう時間でもね 持とうかなと思ってまあまあだからちょっと本読んだりとか、うん、なんかいろんなこと調べ物したりとかまあそういうふうに、えー、ちょっとこ心がけてるようには言うようにはちょっとしてますね。うん、まあ習慣の一つですけどね。うん、それまでそうだね前の話やけど、まあ、以前はですね、えー、まあまあずっとこう大阪にいるじゃないですかずっとね。だから なかなかあ時間に帰ることもないし連絡も取ることももちろんね普段なんかないじゃないですか。なるべくうあの20日の日が来たらあ親には電話しようと <laughs> 電話ぐらいしかできないんでねあの別にネットがあるわけでもないんで、うん、向こうにね。だから まああの声を聞くぐらいですけどあの元気でやっとるでという程度の電話はね、えー、したりしてましたねまあ今はまあ,あかかってきたり今は割としねし審判には連 <laughs> 絡は漏れたりしますけどね、うん、まあそういう感じで、えー、なんかこう日にちとかあなんかそういうふう,ふうな決めてまあ、まあ、ちょプチ習慣じゃないけどね、えー、そういうことを、ね、あのやってましたね。うん まああのに今日はまあ日曜日なんでねこういう <laughs>、えー、ちょっとこう緩い、えー、話をねさせていただきましたじゃあまたねあの今からまた、えー、制作に戻りますけどね、うん、あの今日はあ夕方はですねレッドウォーリアーズの <laughs> コンサートがね、えー、オンラインの、えー、あるんで、えー、このねパソコンで、えー 夕方は楽しもうかなと思ってますね。そういうロックンロールな一場、お過ごしください。ボビーでした。じゃあね、バイ。